エドガルスベルトゥクスは、ラトビアのオリエンテリング選手であり、また陸上競技の長距離走を専門とする選手である。3000メートル走のタイムは8分42秒。ラトビアのアルークスネ出身であり、現在はリガに住んでいる。2012年にスイスのローザンヌで開催された世界オリエンテリング選手権で優勝を果たしたが、 これは、ラトビアの選手としてだけでなく、バルト三国の選手として、初めてのことである。ラトビアを代表するクラブルークスネオーケーに、所属しているが、国際大会へはフィンランドを本拠とするツルン、メツンコベアットの一員として出場している。2003年に E、グリックルークスネナショナルギムナジウムを卒業後、リガ工科大学へ入学、科学工学の学位を取得した。また、 学生のうちは187センチメートルある身長を生かしてバスケットボールに励むとともに陸上競技の長距離走にも取り組んだ。オリエンテーリングにプロとして取り組むことを決意したのは2011年のことである。スポンサー A はエコボルティア、インスペクタ、オリンパスなどがついている。ありがとうございます。